皆さんこんにちは、ハヤトップチャンネルです。今日紹介する商品はウランジさんから新しく改良されたばかりのカメラクイックリリースアクセサリーの紹介です。最初に言っておきますが、これは本当に便利で、私はすでに複数持っているくらいおすすめなんですが、ジンバルや三脚を使って撮影する人であれば絶対持っていて損のない素晴らしい商品になりますので、皆さんも参考にしていただければなと思います。この商品はアルミ合金製でできていて、カメラの4分の1インチサイズのネジに対応するものになっていますので、現在市販されている、基本的なカメラであればその規格になっているので簡単に装着することができます。さらにはアルカスイス互換になっているので、アルカスイス互換系の三脚雲台に取り付けることができるようになっていますし、本体の後ろにいろいろな機材に対応できるように4分の1インチサイズのネジ穴がたくさん開いているので、このような三脚にも取り付けることができるようになっています。本体の2箇所にボタンがあるので、こちらを同時に押すことで瞬時にカメラと三脚を着脱することができる商品になります。装着した際にこの赤い方のボタンを左にスライドすることで、ボタンが間違って押されてしまっても簡単に外れないようにロックをすることができます。ただロックをしなくても装着するときにガチッとはまっているので、そう簡単に外れることはないかと思います。そして私が一番重宝しているのは、三脚とカメラを瞬時に着脱することができるのはもちろんのことなんですが、このようなジンバルにも装着することができて、一瞬でカメラとジンバルを着脱することができるところです。普段ですと三脚からジンバル、ジンバルから三脚に組み立て直すとかなりの時間がかかっていたんですが、この商品のおかげで面倒くさい作業がなくなり、ほんの数秒で済むようになりました。本体はわずか 59g で、最大負荷は 15kg の重さに耐えることができるように作られています。またここの部分に滑り止めパッドがついていて、カメラの傷や滑り落ちを防いでくれるようになっています。あとはこのようなリュックやベルトに装着してカメラを持ち運ぶ用のバックパッククリップも販売されていますので、旅行だったり外の撮影の時にはこれほど便利なものはないなと思いました。やはり軽めのミラーレスカメラでも手で持っていると疲れてしまいますので、こちらにつけて持ち運ぶことによって疲労感が全然違います。カメラ機材関係の商品としてはここ最近で一番のおすすめになりますので、気になった方は商品のリンクは概要欄に載せておきますので、チェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。